お前たち映画野郎チャンネル、はい、映画野郎編集長の原口と映画野郎副編集長ジョージョガがお送りいたします。この番組はエンタメ中心の男性向け映画媒体映画野郎の YouTube 版としてお送りしております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、皆さんよろしくお願いいたします。はい、ということで今回のテーマは何でしょうか。はい、今回もですね映画ランキング企画をやりたいんですけどもね、はい、また今回も4月の新作映画に引っ掛けた企画にしたいと思うんですけど、今回の引っ掛けたい新作がですね4月の28日から世界のお菊っていう、世界のお菊まあ坂本淳二監督の新作 でしかもモノクロなんだよねこれ。モノクロ映画、まあ、時代劇で、時代劇、まあ、黒木春が主演らしいんだけどね。そうそうそう、まあ重そうだよね、まあ坂本淳二監督というのは最近ではまあ冬装備とか、ね、あと一度も打ってません、ね、なんか似てるような感じが似てるけどまあちょっと映画野郎っぽい作品かどうかちょっとわかんないんですけど、まあわかんないね、まあそれに引っ掛けてですね、あのタイトルがひらがなのみの映画ベスト3ということで、世界の菊はタイトルが全部ひらがなですよね。そうね、そうね、今ちょっと言っちゃったけどドツイタルネもひらがなだよねとか、そうだったね、ちょっと思ったりとかね。あら、まあ入ってんのかみたいなのがあるけど、ね、まあ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 、うん、まあただほらあのひらがなタイトルで割とパッと思いつくのって、まあ、例挙げないけど、うん、ちょっとヒューマンドラマ系が多いなっていうのはちょっとあるんだけど、ね、うん、俺なるべくそういうのじゃないのを頑張って選んだつもりですけどね。俺はあんま頑張んなかったかもしれない頑張れよだけどまあ今月は世界の大きい国で引っ掛けたけど、うん、結構今年に入ってもひらがなタイトルって割とあって、うん、まあ、ひょっとしたら小川君の被ってたら申し訳ないんですけど、2月に千尋さんっていう あの映画があったりとか、あ、そうか、あれうん、あれネットフリックス映画だけど、うん、まあ一応劇場公開もしてるのと、うん、あと2月に全てうまくいきますように、フランスオアゾンね、フランスオアゾンのやつもあったり、入ってるかもしれない。あと1月には秘密のなっちゃんっていうさ、あったね、あったね滝藤健一さんが主演のやつがあったりとかね、うん、まあまあコンスタントにひらがなちょこちょこあるんだよね、用法問わずな、うん、あったりするんですけど、うん、まあ、こういうだから本題でひらがなをつけるパターンもあるよね、確かに、まああるんだよね、うん、じゃあ、ヒントどんなのが出てくるか。が、まあ、入ってるんでしょうか。ただね、一つだけ言えるのは、うん、これさ、書いてるの楽だったね。楽あの、その前にやったさ、長いタイトルのがさ、めっちゃ大変だった。はいはい、反動かどうかわからないけど、めちゃくちゃ楽だったね。画数が少ないっていうのはあるかもしれない。じゃあ、まあ、またね、あの、示し合わせてないので、かぶる作品もひょっとしたらあるかもしれないということで。はい、じゃあ、行ってみましょうか。では、第3位はこれだ。僕はですね、何人？みんなの家。ああ、あったあった。僕は、2010年版の弟です。2010年版、まあ、その、笑福亭鶴瓶の方。ああ、そう。大昔もなんか同じタイトルがあったし、もう割とつけがちなタイトルで、びっくりしました。これはですね、三谷幸喜監督。あ、三谷幸喜なんですね、あれ。三谷幸喜監督脚本の、まあ、三谷幸喜監督としては2作目なんですよね。うん、そうですね。ラジオの時間に続く、まあ、ちょっと、その当時待望の新作だったんですけど、これね、あんまりまあ、三谷幸喜監督、まあ、その後も何本も傑作作ってて、あんまり、語られない映画っていうかさ、あんまり三谷幸喜の映画の中で、あんまり上位に入る人少ないかなと思うんだけども。いやいや、これもね、結構なかなかね、面白い。俺、ちょっとぶっちゃけたこと言うとね、うん、俺、これ見逃してんよ。マジですか？あ、そうなんだ。正直ニューサー。ああ。でも、まあ、当時か。これ、まあ、フジテレビ。やってたし。フジテレビ絡みっていうのは結構ずっと続いてるけども。これ、じゃあ、簡単にどんな話かっていうと、まあ、若夫婦がいて、うん、その、ココリコの田中直が旦那さんで、元フジテレビアナウンサーの八木亜希子が、そうだったんですよ。この映画に出た時には直前にちょっとやめてて、まあ、フリーアナウンサーのやつ、そう、フリーになって、いきなり女優デビューみたいな、女優デビューでもないのか、なんか何作か出てたんだよね。うん、あの役者もやってる、その八木亜希子と田中直樹が夫婦で、その夫婦が新築の家を建てようって言って、うん、その八木亜希子のなんか大学の後輩かなんかのインテリアデザイナーで、うん、それが唐沢俊明が、に、ちょっとその家の設計をしてもらおうっていうのを頼むこと。で実際その施工をするのがまたその八木亜希子のお父さんがね、田中邦衛演じる大工なんですけど、うん、その大工さんと、実際設計する唐沢俊明演じるデザイナーが、まあなんていうのかな、仕事のやり方とかそういう考え方とかが全然違って、うん、めちゃくちゃ衝突していくっていうそのね、様を描く、やっぱりその
宇多田光輝らしいトラブルがどんどん深まっていくってところを見せる面白いコメディ映画なんだけども、その対立するその2人のどっちかっていうとその唐沢俊明と田中邦衛がもう主演みたいな感じになっちゃうんだけど、あの頑固な大工の職人さんみたいな感じの役柄も結構あって、似合うね、似合うね、自分の娘の建てる家だからじゃあ張り切って俺があのいい家建てるぞみたいな感じになってたけどその唐沢俊明のデザイナーがまあもともとそんな家の設計をやったことないんだけど、まあ、ちょっとやってみたいってことでそれを引き受けて、だけどこう割とそのもともとやってるインテリアデザインが結構西洋風のやつだからちょっと西洋の結構デザインを影響を受けたものを作ろうって言った時に、結構そのもともと借款法でやってたその大工さんとの全然仕事のやり方が違って、まずね面白いのがいきなりね玄関を内開きにするか外開きにするかで延々揉めるんだよね。やっぱり玄関内開きがいいよねって言ったけど、田中君には何言ってんだよ外開き日本工具で内開きなんか聞いたことねえよ。あんた何言ってんだいみたいな感じでさ、いきなりさそこで衝突するわけ。あとまあで実際その映画が進んでいくうちにだんだんその家ができていくってところの過程を見せるのが面白いんだけどさ、でやっぱりまず図面引いてさこの実際あのやるときにさ、おいこれ寸法だけどこれなんだって言ったわけ、いやこれインチで測ってんですけど、なんだいあの尺で測ってないのかいみたいな。俺インチで家は作れねえみたいな、尺じゃねえと俺はできねえみたいなところがもう全部ね夏の衝突するわけ。そういうのさ断絶の深まりがまあ面白い、まあうまいね、うまいで全然それでカンカンガクガクで二人我が夫婦の家はできるのかみたいなところの本当に見どころです。全部が見どころですから。そういう対象のねこうやり方っていうのはさ結構ちょこちょこあるよね、この三谷幸喜のもう得意な設定というかさ、うん、すごい清須会議もそんな感じだったね。ああそういうのもあるよね、うん、本当三谷幸喜らしい面白さが詰まってる映画だと思います、はい、これね2010年ぐらいにやったね山田洋次監督の監督作品で主演一応ね翔平じゃねえ鶴瓶翔平ちゃんが亡くなった亡くなっちゃった師匠の鶴瓶でダブル主演なんかね吉永小百合がいわゆるお姉さん役でね、うん、出てきて、はい、で要はねその吉永小百合演じるその主人公っていうのはまあ親の代からついてる 薬局のねところ でそこの娘の蒼井優が結婚するんだけど、うん、そこにその親戚として登場するその弟の鶴瓶がこう参加するんだけど、そこで酒をちょっと飲んだことを引き金にまたなんてまたっていうかさ結婚式をめちゃくちゃにしてしまって感動を受けてしまうという、うん、でそこからでもやっぱり弟ねその兄弟でだから切れるわけじゃなしに、うん、な鶴瓶演じるその弟が結局大阪の方に行くんだけどその結局ね病気になってすんごい重病になってよもう嫁行くばくもないみたいな感じなんだけど、そこでホスピスってのはね大阪の方に、うん、まあそういう大阪でまあ全国にあるけど特にそのあのアイリン地区みたいなさ、うん、日雇い労働者とかそういう集まるところのホスピスでその最後お姉さんとまた一緒になるという、うん、そういうちょっとね、まあ、感動系ではあるんだけど、あるんだけどでもそのガラッパチのその弟を演じた笑福亭鶴瓶の俳優としての凄さがかなり僕はにじめる作品ではないかなと、はい、鶴瓶さんって俳優としては割と遅く出てきたというかね、ちょっとその山田洋次監督の2007年ぐらいの作品、うん、カーベイっていうのがあって、うんうん、そこで初めてやったぐらいらしいんだよね、うんうん、でその後にそのこれは山田洋次監督の作品じゃないけど西川美也監督のディアドクターでね、うん、あの主人公の二世医者を演じて、でその後にこの弟が、ね、まあ、ちょくちょく役者として出てますね。未だにね、あのなんか新年秘書でなんか悪の社長みたいな役もやったり、意外とやってるんだけど、ちょっと他のどうね、あの山田洋次監督以外の映画を見てると、まあ、ディアドクターはまあ良かったけど、笑福亭鶴瓶さんってもうあの通りのキャラだから、改良がないんだよね。改良がない鶴瓶をうまく使ってる映画なんですよ、この弟は。みんなが思ってるパブリックイメージ通りの鶴瓶を。映画でも見せてる。そう。で、しかもその結婚式で、こう、めちゃくちゃになるきっかけがあって、うん、で、酒飲んだ後に、その、結婚式の余興みたいなのがあるんだけど、うん、その余興がなんか、その会社の同僚みたいなのが出てくるの、それが中居くんなんだよね。うん、中居くんがこう、先頭になって、おーすみたいな感じになるんだけど、うん、それにこう、鶴瓶も参加しちゃって、関係のない、うん、お父さんもやりますかみたいな感じで。うん、で、そこからこう、まためちゃくちゃにしちゃうというね。うん、わかります、ちょっと見逃してたかなって感じです、ね、弟見てなかったよ、見てなかったと思うな多分。じゃあ2位いきましょうか。2位、じゃあ第2位はこれだ。のこれ これだ。もう簡単に書いたやつ、僕うなぎですね。僕は飯です。飯、はい、
1951年みたいな。え、これ入れてないんだ。入れてないんだ。飯は入れないよ。なんで？あ、なんか飯とうなぎでなんか。いや、うなぎと。うなぎといえばもう、あの、小川くんも大好きな今村翔平監督の代表作と言ってもいいぐらいの作品かなと思って。でも、今村翔平の中では、ちょっとヒューマンドラマ寄りになっちゃうんだよね。いや、でもコメディ要素も。まあ、あるけど、あるけど、あるけど。これまでね、水、ウォーター映画ベスト3っていうので、赤い橋の下のぬるい水っていうのを挙げといて、まあ、小川くんも日本昆虫記とか挙げてる。黒い揚げとか挙げたわ。黒い揚げも挙げてるのに、やっぱうなぎ挙げてないのはちょっとなと思ってたら、これひらがなタイトルじゃんと思ってですね。だってこれ、俺、あの、カンヌ映画祭で2回目のパルムドール撮ってるね。ナレーマブシッブシコカーブね。だからそういう世界的にも評価されてる映画なんだけど、でもやっぱ今村翔平なだけにさ、うん、まあ、ちょっとヒューマンドラマっぽい映画ではあるんだけどさ、ちょっと R15 の映画で、うん。うん、そこは逆に今村さんらしいね。R15 ってのはあるとして。で、主人公の役所広司が、うん、あの、なんか奥さんがちょっと浮気してるみたいな。うんうん、ことでちょっと奥さんの浮気現場を見て、それで逆上してその奥さんを包丁で刺し殺すっていう冒頭のシーンがあるんだけど、そこがもうちゃんとスプラッターな感じでさ、うん、もうカメラに血が飛ぶぐらいの 血を見せるみたいなシーンとか、ちょっとショッキングなシーンなんだけど、8年とか服役してシャバに出てきてっていう風な、その役所広司なんだけど、うん、これ見てるとね、ほら最近あの役所広司また主演した素晴らしい世界っていうのの主人公にもちょっと通じるよね。通じるの。刑務所に入ってた人間が社会復帰するっていう、またそういう同じテーマが扱われてるっていうのもあるんだけど、うなぎの役所広司はやっぱり奥さんが浮気してたっていうのがショックだったから、やっぱちょっと他に他人に心開かないみたいな、ちょっと心閉ざしちゃってるっていうのがあって、刑務所の中で飼ってたうなぎ、ここでタイトルのうなぎが出てくるんだけど、うなぎを水槽で飼って、そのうなぎにこうなだけは心開くみたいな、そういうキャラクターだったりとかね。とか千葉の田舎かなんかでさ、散髪屋一人でやってんだけど、そこでたまたま、まあ、清水美沙演じる、ちょっと訳ありな女性と出会って、まあ、ちょっとそのね、清水美沙が、まあ、あることでちょっと自殺をしようとして、うん、睡眠薬大量に飲んで倒れてるのを、まあ、たまたま役所広司が見つけて助けたっていうきっかけで出会って、その清水美沙がその散髪屋で一緒に働くことになるんだけど、清水美沙にこの、役所広司が心開かないみたいなところがずっとあるんだけど、実際その2人は仲良くなるのかみたいなところその恋愛ストーリーみたいなところあるで見れるんだけど、やっぱりその周囲の人間のさ、またこう群像劇みたいなところもいっぱいあったりとかして、結構見どころ多い作品ですよ。途中でさ、柄本明がちょこちょこ出てきてさ、役所広司に対してさ、結構お前の本性はこうだろうみたいなことをズバズバ言うシーンとかあったりとかして、なんかそこがまた柄本明がちょっとね、その嫌な役みたいな感じで出てくるところがちょっとうまかったり、で最後、ね、みんながで、ね、床屋の中で入り乱れるみたいなクライマックスシーン、ちょっとそこら辺吉本新喜劇っぽい感じのドタバタみたいな感じで面白かったりね、いろいろ今村翔平らしい味わい深さもあるんで、見てない方は見てください。はい、ということで、私は成瀬みきお監督の超名作飯ですよ。ね、これはね、あの、放浪記を書いたあの林芙美子の、しかもね、これ未完の遺作なんだよね。未完の遺作をこう亡くなった年をね、半年後ぐらいに映画化してるんだよね。あの、成瀬みきおがね。いや、上原健って言って分かるかどうか分かんないけど、加山雄三のね、いや、上原健は俺分かるけど、分かるか。見てる人が分かるかどうかがあるから、うん、まあ、上原健演じる、まあね、あれは、大阪のね、方のね、証券会社の、まあ、サラリーマンで、で、それでその奥さんの原節子演じる役なんだけど、結婚5年目ぐらいの、まあ、もともと東京に住んでたのが大阪の方に移っての、まあ、生活、夫婦生活なんだけど、そこに、その上原健演じるその主人公の姪っ子がね、その、縁談が嫌で、その、東京から大阪に家出してきたっていうところから、うん、まあ、いろいろ話がスタートするんだけど、ちょうど仲がこう、悪くなり始め、待ってる、その夫婦のところに、そのいきなり、ね、その、世間知らずな、こう、二十歳の娘がこう飛び込んできて、で、余計夫婦仲がちょっとおかしくなっていくという話なんだけど、この飯というタイトルの由来っていうのが、上原健演じるその主人公っていうのは割とね、その、証券会社でのサラリーマンでこうバリバリ働いてはいるけど、家では結構ズボラっていうかさ、もうほとんど新聞読んでるか、こう、タバコを吸ってるか、寝転んでるかのどれかしかやらないで、うん、で、その奥さんの顔を見たら、うん、とりあえず、まあ、飯ちょうだいとか、もう飯出してとか、
あと風呂、あと風呂って言ったらもう飯か風呂か用意しろって意味なんだけど、まさにその、ちょっと亭主関白まで強くは、改めて見たらそこまで強くはなかったけど、もうそれに近いような、男尊女卑に近いような、その、ミソジニー的なね、感じのもう代表作じゃないかなという。まあ、要はそこで、その、途中その、原節子を演じるその奥さんが、ついに怒り爆発して、もう、やってられるかってことで、ね、実家にちょっと帰っちゃって、それで考え直すっていう、あれなんだけどね。ちょっと時代の先端を言ってた。ホームドラマ的な感じ。ホームドラマはホームドラマだけど、うん、でもまあそのね、改めて見ると、うん、何よりもね、その昭和26年の戦後5、まあ、まあ、撮影したのはその前だろうから、25年ぐらい、うん、まあでも作ったのは26年ぐらいだから、あれやけど、の、日本ですよ。割と戦後すぐか。の、うん、その大阪やとね、その実家の前ってのは神奈川の方、ね、あの神奈川のね、夜行っていうのかな、うん、のあたりなんだけど、その生々しさがね、すごい出てんのね。うん、あんまりね、その、昭和20年代後半の小津安二郎とか、その溝口さんの映画とかでも、あと木下圭介の映画とかでも、こう、よく僕が見てるんですけど、あんまりその当時の日本を映すっていうのはあんまないんですよね。あこの、成瀬みきおのこうやり方は、その、大阪を舞台ってなった、その、大阪観光するシーンもあって、うん、結構街並みがすごい見れるから、なんかね、その、道路がさ、もうなんていうの、アスファルトっていうのがまずないよね。うんで、そこでこう、なんか車が行き交ってるとか、その、並んでるその家々がもう全部ひらひらとかさ、うん、そういう、なんだ、今、その令和の今見ると、その昭和戦後の日本の様子っていうのが、かなり伺える映画という、ちょっと貴重な、貴重な記録映画的に見える。になってるという。そういうこと。わかります。令和の今読み見ると、新鮮。ちょっとそれで見たくなりました。じゃあ、そんな感じで、じゃあ、第1位いきますか。はい。じゃあ、第1位は何でしょうか。これですね。何にしますか。あと最近なんですけど、探すにしました。あ、最近だ。うん、僕は大人の喧嘩です。あロマン・ポランスキー監督。これもちょっと迷ったんです。あ、そうだったの。あ、とりあえずこれ逆に俺ちょっと忘れてた。これでもこれは次大傑作です。大傑作だと思う。俺これ覚えてたらね、多分弟じゃなくてこれ見たかもしれない。なんだよこれ。いやいいんだけど。本当に面白いので。いやこれはいいよ。本当に去年の1月公開で。1月だったね。映画野郎ベスト10でもちょっと年間ベスト10とかなかなか入らない映画だったよ。漏れちゃったんだよな。だけど本当に埋もれさせたくないぐらいの本当面白い映画で。監督が片山晋三さんって割と若手というか、日本目で、その前に三崎の兄弟っていう、まあ、これも衝撃的な映画を撮った人なんですけど、で主演がね、佐藤二朗で、まあ、割とコメディ映画でよく、見る人かもしれないけど、福田雄一監督のね、脇役で、ちょっと面白いセリフばっかり言う人と思ってたら、今回相当なシリアスな、映画で、別にお笑いなしで、でまたどういう話かっていうとさ、まあ、これ、まあ、サスペンススリラーではあるんだけど、まあ、大阪の下町を舞台にね、うん、で、佐藤二朗演じる、まあ、本当にボンクラな親父が、うん、いきなり失踪しちゃって、まあ、簡単に言うとね失踪しちゃってその娘がその父親の行方を探すっていうあるんだけど、その探すにもとね いろんなまた意味というかさ、それは娘目線は、父親を探す話なんだけど、またその父親がさ警察 その指名手配犯を見て、東京から逃げてるその賞金首のなんか連続殺人犯がいるっていうので、うんうん、俺その殺人犯を捕まえてその賞金をせしめるぞって言って、まあ、最初冒頭の方でそういう話をするんだけど、その話をした後に父親がいなくなったから、うん、その指名手配犯となんか関係があるのかなっていうふうにちょっとみんな思うじゃない。で一応その娘が佐藤二朗の父親を探すときに一応日雇いのなんか工事現場の仕事をしてるんだけど、うん、そこにまあ父親がいないかなと思って行ったら、なんかその父親の名前を語った全然別人が働いてて、 あれそいつ誰みたいな、うん、そしたらその父親の名前を語った男は実はその賞金首の男だったって、その父親とその男に関係はみたいなところがミステリーになってくるんだけど、うん、なんか時間軸をちょっと入れ替えたりとかして見せてるんだけど、やっぱミステリーとしてこう面白いし、うん、展開も結構衝撃的だし、うん、だから割とミステリー的な映画だからあんまり詳しくストーリー言えないんだけど、テーマ的にね、まあ、若干ネタバレになるかもしれないけど、先月あった新作のロストケアっていう映画、あれと同じテーマが実はこの中でも扱われてたりとかね、するそういう衝撃的な社会派目線もあったりとか、すごいよく見られた結構で面白い。大阪のさっきちょっと言いそび弟言いそびたんだけど、これ、うん、西成区アイリン地区だ。アイリン地区で
取ってんだ。西成区っていうね、うんうん、これ西成って有名なんですけど、うん、弟も多分その地区だと思うんですよ。うんうん、で俺的にね、さらに惜しいことをしたと思ったのが、惜しいこと、はい、これ、ね、弟飯でサバスにすれば、大阪三部作になったんだよね。うん、ただそれだけなんだけど、ね。なんでこれを思い出さないんだって話だよね。でも大人の見解はね、ちょっと言えたかったから、まあそれはなんだけど、まあ探すはでもいい映画ですよ。本当に。あのクライマックスが最後のシーンでさ、卓球やるんだよね。卓球しながら、そのラリーをしながら喋るシーンとか、ちょっと味わい深かったりとか ね、殺人鬼、連続殺人犯が出てくる映画なんだけど、このありきたりじゃない見せ方で見せてるところもね、面白いしね。うん、まあ見てない人はちょっと見て、ちょっと震え上がる映画だと思うんだけど。あのさっきちょっと出たロストケアとか見るんだったら断然こっちの方が。なんかあんまりなんかディスってる。本当俺なんか上の形のごとくにね。いや俺本当ロストケアはさ、がっかりしちゃったからさ。まあまあ、わからんではないけど。ごめんなさい、ロストケア好きな人。申し訳ないです、制作人だよ。ということで、まあ大人の喧嘩です。はい、いや、これはね、あのロマン・ポランスキーをね、日本公開2012年ぐらいかな。で、俺その年はね、もうナンバーワンにしてるんだよね。ベスト10と俺だけ確かにこれ面白いですあの、ね、うん、発端は子供の喧嘩なんだよね、うん、その子供の喧嘩に対して それ、まあ、あの喧嘩をするその2人の子供の親、まあ、両親だよね、まあ、母親父親がそれぞれ出張ってきて、あ違うか、片方の方に行って片方の方の家に行って、うん、でそれで話し合いをするっていうことなんだけど、でこの映画っていうのはその基本的には4人しか出てこないんですよね、うん、で要はですね、あのジョディ・フォスターとジョン・シー・ライリーの夫婦と、あとはあのケイト・ウィンストレットとあのクリストフ・バレツの、ね、こう夫婦で、まあそれでまあお互いにね、まあ、まあちょっと今回は悪かったけど、まあね、ちょっと勘弁しちゃうみたいな感じでこう話していくんだけど、うん、どういうわけかさ、そのクリストフ・バルフが演じるさ、その男がその結構仕事が忙しくても携帯が手放せなくて、その話してる最中からもう携帯が気になって、でそれで話がだんだんおかしくなってくっていうさ、うん、やってたんだけど、弁護士かなんかやってて、しょっちゅう電話、ね、電話かかってくるんだよね。そう、うん、で何がやっぱね、80分かね、90分もないんだよね、これ本当に短い中でほとんどね、これカット数も少ないんだよね。で、ちょっと間ね、その、中座するシーンがこう、いろいろあるんだけど、そこでお互いにさ、お互いの夫婦を罵り合ったりなんなりしてるんだけど、その手法っていうのが、やっぱりね、これまたね、その、水映画の時に僕が1位にした、水の中のナイフでやってる、その手法と同じなんだよね。異なる人物の話で、こう、なんていうかな、いわゆるね、群像的に見せるやり方っていうのが。でも最初は穏やかに話そうぜみたいな感じで、うん、あの話してんだけど、だんだんこうヒートアップしていくっていう、うん、溝が深まっていって、だんだんその溝が修復できなくなっていくみたいな、エスカレートしていくっていうところがまあ見どころだよね。まあ、であとまあなんか変な焼き菓子みたいなのを食べてコブラコブラかコブレちゃうかコブラか、うん、でそれを食べてね、ケイト・ウィンスレットの方だったかな、なんかね、垂直ゲロを吐くんだよね。垂直ゲロこれがさ、ジョディ・フォスターがさ大事にしてるさ、なんかアートの本があって、 その上にぶちまけちゃって、本が台無しになっちゃうんだよね、これね。でそれでまたあのお互いの、ね、家族の仲が悪くなるという、元が舞台劇を、うん、やってるんだけど、これね、しかもね、最初の子供の喧嘩のシーンがこう遠目で映ってるんだけど、あそこだけはアメリカなんだよね。あのなんかね、ハドソン川かなんかがこう川の向こうからこう通ってて喧嘩してる様子を撮ってるんだけど、あとの舞台劇っていうのはアメリカ、あの多分まあ本国ポーランドかなんかやってんだろうけど、あの、ね、ロマン・ポランスキーね、アメリカに入国できないんですよ。アメリカ、一応確かニューヨークを舞台にしてるって庭園なんだけど、そう、まあ、マンションっていうか家はね、だけどポランスキーは日本、あアメリカに行けないからあの違うところで撮ってるっていう、そうっていう、はい、なんかね、僕はこういう映画が好きなんですね。で大人の喧嘩は結構エンタメだから面白い、うん、エンタメ面白いちゃんと、うん、ということで、ね、うん、そうね、っていうことで、ひらがなタイトルいっぱいあるけど、結構他にもさ、ね、いっぱいあるじゃん。日本ぐらいね、僕はね、うん、言いそびれたっていうか、言いそびれてはいないんだけど、うん、まあ、先にどうぞ、あげる。一個迷ったのが、俺、ヒッチコック監督のめまいっていうのを迷ったんだ。迷うね。これと入れ替えて、全部3文字で揃えようかな、みたいな。3文字揃いっていうのも手だよね。で、3文字でまた連想したのが、西川美也監督の揺れるっていうのも。揺れる、あそこ揺れるもそうか。うん。それも、候補にしながら3文字揃えるのかなと思ったけど、やっぱり俺このコメディーをしたいんで、みんなの入れちゃいました。僕はね、サブスクで見れなかったから入れなかったやつで、うん、キム・ギドク監督のうつせみ。あれ、なんだよな。大好きなんだよ。まあ、なかなかね、配信でなかったりする。なかったりする。
あの世間的にひらがなタイトルの傑作って言ったら、多分送り人って思いつく人が、送り人そうだね、ほとんどだろうと思うんだよね。でも入れなかった、入れなかったな、うんうん、やっぱりちょっとヒューマンドラマすぎるかなっていうのと、うん、なんかベテラン監督で結構ひらがなタイトルつける人多くてさ、うん、例えば黒澤明もドデスカデンっていうのがあったりとか、ドデスカデンもそうだな、遺作のマーダダヨもひらがなだったりとかさあとね、大林信彦監督も、うん、寂しん坊とか、あ明日とか、二人とか、そうだね、ひらがななんだよね。なんかあんまり来ないな、うん、だけど、あと、あれだね、あの、日本の最近のやつだったらさ、うん、メガネ。あと、森田芳光監督のデビュー作の、のようなもの。のようなもの。もう一応ひらがな。意外とあるんだよね。だけど、まあ、あと、この映画の、劇を新作映画で挙げたバルボラっていうのも一応、あ、バルボラもあれひらがな、ひらがなですね。あの二階堂ふみとね、うん、あの稲垣太郎、あったあったバルボラも結構面白かったんだけど、うん、ちょっと入れそびれましたね。ちょっとそうだね、はい、まあいろいろあるんですけど、まあとりあえず2人が選んだのはここら辺ということで、うん、ということでね、はい、皆さん参考にしてもらえればと思います。いかがでしょうかということで、はい、今回はタイトルがひらがなのみの映画ベスト3でした。はい、以上、はい、映画野郎チャンネルの高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。